町からのお知らせの時間です。高森町の行政情報やイベント情報などを各担当課から分かりやすくご説明いたします。大切なお知らせがたくさんございますので、ぜひご覧ください。今週のお知らせはこちらです。今週の町からのお知らせその1、生活環境課から7月2日から8日までのゴミ出し日について、令和5年度貿易殺虫剤補助金制度について、会計課から7月の支払い日と窓口受付時間のお知らせ、住民福祉課から7月の子育て支援センターからのお知らせ、総務課から避難所でのマスク着用について、農林政策課から農業委員農地利用最適化推進委員合同会議について、認定新規就農者について、建設課から令和5年度町営住宅入居者の追加募集について、健康推進課から令和5年度後期高齢者医療保険料の本算定通知について、令和5年度介護保険料年額決定通知書の発送について、介護保険料の年金転引について、議会事務局からシリーズ議会の勉強部屋その1、議員の身分、議員向け法令条例財政研修開催について、教育委員会から高森高校漫画学科プロモーションビデオ第2弾放送について、高森ポイントチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。生活環境課の山田です。今週のゴミ出し日についてお知らせいたします。高森式見上式見地区です。3日月曜日、6日木曜日は可燃ごみになります。7日金曜日は瓶缶になります。草壁、セリ口、菅山、長野春、下切、中八田地区です。3日月曜日は可燃ごみ、5日水曜日は瓶缶、6日木曜日は可燃ごみになります。鶴、野尻、奥下、河原地区です。4日火曜日、7日金曜日は可燃ごみになります。可燃ごみは黄色の袋、瓶缶、ペットボトル、衣類は透明で緑文字の袋、不燃ごみは青色の袋になります。ごみは分別して決められた日に出しましょう。ごみ出し日や分別の仕方はホームページや、TPC データ放送でも確認できますので、よろしくお願いいたします。生活環境からのお知らせでした。高森ポイントチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。生活環境課の山田です。令和5年度貿易殺虫剤、補助金制度についてお知らせいたします。環境衛生事業の、一環として、本年度も害虫駆除を行う際の、貿易殺虫剤の購入者に対して、補助を、行います。概要を、説明いたします。貿易殺虫剤の購入本数は、1個あたりですね、1本、2リットルになっておりまして、補助金対象本数が、80本に、なっております。数に限りがありますので、お早めにお申し込みくださいますようお願いいたします。次にですね、個人負担金として、2000円お願いしております。1本4000円の半分が、町が負担、半分が、個人負担となっております。購入申し込み期間として、令和5年、7月3日月曜日から、令和5年9月29日金曜日までとなっております。購入申し込み方法といたしまして、高森町役場生活環境課、または草壁、野尻、いずれかの出張所にて、負担金と、
印鑑をご持参の上、直接お申し込みください。ご注意いただきたいのは、電話での申し込みはできませんので、ご注意いただきますようお願いいたします。生活環境からの、お知らせでした。よろしくお願いいたします。会計課より7月の支払い日と窓口受付時間のお知らせをします。町からの支払い振込については、毎週木曜日に行われます。7月は6日、13日、20日、27日です。還付金の支払いについては、毎週金曜日に行われます。7月は7日、14日、21日、28日です。役場会計課窓口の収納受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です。役場の会長時間と同じです。以上で会計課からのお知らせを終わります。こんにちは。子育て支援センターからのお知らせです。7月3日月曜日はすくすくデーです。すくすくデーでは子どもたちの身体測定をすることができます。また午前中は保健師が当センターにいますので子育て相談をすることができます。7月18日火曜日10時30分から子育て支援センターにてベビーマッサージを開催します。ベビーマッサージをしながら親子の触れ合いを楽しみませんか？参加される方はバスタオルと赤ちゃんの水分補給できるものをご準備ください。また予防接種後24時間以上経過している必要があります。7月24日月曜日10時30分から子育て支援センターにて4、5、6、7月生まれの子どもたちの誕生会を開催します。誕生月の子どもたちはもちろん、一緒にお祝いしてくれる子どもたちも参加 OK です。講座に参加を希望される方は、子育て支援センターまでご連絡ください。電話番号 62-3311 です。たくさんの参加をお待ちしています。こんにちは。総務課より、避難所でのマスクの着用についてお知らせいたします。皆さんご承知の通りですね、新型コロナウイルスの感染症の位置づけがですね、2類感染症から5類感染症の方にですね、令和5年5月8日から、変わっております。それに伴いまして、マスクの着用についても個人の判断でということになっておりますけども、避難所での着用については、次の通りとなっております。避難所におけるマスクの着用については個人の判断に委ねることが基本とされていますが、高齢者等の、重症化リスクが高い方が多く避難する避難所においては、感染症を防ぐためマスクの着用を推奨させていただきます。またですね、職員等避難所の運営担当者についてもマスクの着用を推奨します。感染対策を考慮し避難者の十分なスペースについても確保させていただきます。またですね、避難所内のですね、適切な換気の方もですね、適時実施の方をさせていただきます。避難者にですね、検温や問診を行うなど避難者の健康管理をこれまで通り、行わせていただきます。またこれまで通りですね、避難所の方にも、避難者の方がですね、個人の判断でマスクを着用したいという希望があった時のためにですね、避難所にも、マスクを常備するような形を取らせていただきますので、よろしくお願いします。以上、総務課からマスクの着用についてのお知らせでした。農林政策課農地係の今村です。本日は6月12日に行いました農業委員農地利用最適化推進委員の
合同会議についてお知らせいたします。今回の合同会議の主な内容は、法律の改正により作成が義務付けられました地域計画についてです。この地域計画とは、例えば畑はあるが高齢になり後継者もいないので近くの農業者に農地を貸したいというのを地域ごとに意見を吸い上げた計画になります。また地域ごとのおおむね10年後の農地の将来の在り方を話し合いを行い、地図に落とした目標地図の作成も合わせて義務付けられております。この話し合いのためには、今の地域の現状を表した目標地図の素案を作成しないと話し合いができません。今年度はその素案を作成いたします。この素案作成の説明を合同会議で行いましたので、ご覧ください。こちらも地域局の概要なんですけれども、まず1番、当該区域における農業の将来の在り方、2番農業場の利用が行われる農用地等の区域、3番その他農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために、必要な事項をですね、地域で話し合いを行って、計画と地図に内容を落とし込んでいくものになります。高森町の現状はですね、高齢化率が高まっており、農業に従事される人口もですね、高齢化が今加速している状況です。高森町の基幹的農業従事者の平均年齢は 64.29 歳であり、10年後はですね、74歳になることが想定されております。今から自分たちの地域における10年後の姿を想定して対策を立てる必要があります。これから行うですね、目標地図素案の作成につきましては、地域の現状が多分集落というか地域ごとで違いますので、そちらを把握して10年度にですね向けた対策を立てていくためにも、今回ですね目標地図を作成いたします。目標地図の素案作成についてですね、まず1番、自分たちの地域をどうしていきたいか、思いがなければ何も始まりません。守りたい農地、保全したい農地はどこか、借りたい姿、目標を具体的にすることが必要になります。今からはですね、このタブレットの使い方について、まず電源の付け方から充電灯の仕方まで簡単にですね解説してある DVD がありますので、そちらを上に一回してタブレットを持って、横にタブレットの使い方についてはですね、今の動画を見ていただいたような形になります。主にですね、耕作放棄地の調査で、カメラだけも使っていただこうかなと考えておりますけども、今、映像を見ていただきました通り、農業員さんと農地利用最適化推進員さんと、協力し、この地域企画を今後作成していきたいと思います。以上、農林政策からのお知らせでした。皆様こんにちは、農林政策課の松本です。私から認定新規就農者に関して簡単に説明させていただきます。まず認定新規就農者に関する青年等就農計画制度について説明させていただきます。青年等就農計画制度とは、新たに農業を始める人が青年等就農計画を作成し、その計画を町が認定し、その青年等就農計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対し重点的に支援措置を講じようとするものです。次に、認定新規就農者とは、農業経営開始から5年後の営農計画と目標を示した青年等就農計画を町に提出し、地域農業の新たな担い手として
認定された方を認定新規就農者と言います。認定新規就農者としての有効期間は5年間です。なお5年経過後の更新を行うことができません。次に認定新規就農者になるための要件として、まず1つ目18歳以上45歳未満の方、2つ目特定の知識・技能を有する中高年の方で、最後に上記の者が役員の過半数を占める法人となります。次に認定新規就農者になるメリットとしては、無利子で融資を受けれる青年等就農計画資金や補助金などさまざまな支援を受けれます。最後に認定新規就農者としての流れについて説明いたします。まず認定新規就農者が青年等就農計画を作成し、町に対して申請します。次に町はじめ熊本県各協議会 JA などが新規就農者に対して認定審査を行います。最後に審査会にで認定されましたら、町が新規就農者に対して認定証を通知します。ここまでが申請から認定までの流れとなります。簡単ではございますが、以上で認定新規就農者に関する説明を終わります。もし何かございましたら農林政策課までご連絡ください。ありがとうございました。建設課住宅係の高崎です。令和5年度町営住宅入居者の追加募集についてお知らせします。対象となります住宅は、朝日 A 団地、横町 A 団地、下町団地、下町 A 団地、下町 B 団地、上財団地、須坂団地、須坂 B 団地、駅前団地、町中団地です。町営住宅の入居資格は、60歳未満の方の場合、同居者に配偶者や子ども、親などの親族がいること、世帯計所得の月例月収額が15万8千円以下であること、ただし一部の住宅は対象外です。本町に住所や勤務先を有すること、または1ヶ月以内に住所や勤務先を有する見込みがあること、税金や水道料などに滞納がないこと、本人や同居者が暴力団の関係者ではないこととなっております。詳細については役場建設課住宅係までお問い合わせください。募集期間は6月26日月曜日から7月10日月曜日までの同日を除く月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時までとなっております。申し込みは高森町役場建設課住宅係にてお願いします。なお聞き取りを必要とする項目もありますので、できるだけ申し込み者本人が行ってください。次に申し込みの際に必要なものは、世帯員全員の令和4年の所得を確認できる書類、保有財産が確認できる書類、世帯全員の住民票の写し、一人親などの場合は戸籍謄本、障害手帳をお持ちの場合は手帳の写し、
印鑑認め印で結構ですのでご持参願います。なお今回の申し込みの有効期限は令和5年度つまり令和6年3月31日までが有効期間となっておりますのでご注意ください。以上、ご不明な点がございましたら、高森町建設課住宅係までお問い合わせください。以上、町営住宅令和5年度入居者の追加募集についてのお知らせでした。健康推進課よりお知らせします。7月上旬から中旬にかけて令和5年度後期高齢者医療保険料の本算定通知を発送いたします。この通知は令和5年度1年間の保険料の決定額をお知らせするものです。保険料は本人及び世帯主の令和4年分の確定申告や年金支給額をもとに算出されます。未申告者が世帯内にいる場合、保険料が高額となる場合があります。申告がお済みでない方は税務課まで届け出をお願いします。この通知は後期高齢者医療の対象者一人一人に送付されます。特別徴収の欄に0円以外の金額の記入がある方は本人口座へ年金が支給される前に後期高齢者医療保険料を年金から徴収する方法により納付いただく保険料額になります。普通徴収の欄に0円以外の金額の記入がある方は、納付書もしくは本人口座からの引き落としで、後期高齢者医療保険料を徴収する方法により納付いただく保険料額になります。年間保険料は、特別徴収分と普通徴収分の保険料の合計となります。なお、令和4年の収入が令和3年より大きく上下した場合、年金特徴により保険料を支払われていた方でも、普通徴収へ切り替えが行われ、納付書が発行される場合がございます。納付書が届いた際は、期日までの納付をお願いいたします。健康推進課からのお知らせでした。介護保険係より令和5年度介護保険料年額決定通知の発送についてお知らせします。令和5年度の介護保険料は6月まで仮で納めていただいておりましたが、7月に本算定を行い、年額が決定しました。7月上旬に、納入通知書、介護保険料額決定通知書、兼特別徴収、仮徴収、開始通知書をお送りします。普通徴収で口座振替を登録されていない方は、令和5年度、第3期介護保険料納付書も同封しております。こちらが7月上旬にお送りする通知書です。この通知書の見方を詳しくご説明します。まず1の部分ですが、ここには年間で納める保険料額が書いてあります。次に2の部分には納付方法が書いてあります。特別徴収とは、年金天引き、
普通徴収とは、口座振替や納付書でのお支払いのことです。特別徴収なら、天引きされる年金名が、普通徴収で口座振替なら、登録されている口座名が記載されています。次に3は、保険料算定の根拠となる情報が書いてあります。本人の所得状況や世帯の住民税課税状況などで、所得段階という保険料額の段階が変わります。次に4ですが、ここには保険料をお支払いいただく時期が書いてあります。特別徴収の場合は、年金の支払いに合わせて偶数月に、普通徴収の場合は5月から12月の8回でお支払いいただきます。年の途中で普通徴収から特別徴収に切り替わるかどうかは、この部分を見ていただくと分かりやすいかと思われます。最後に5の部分ですが、ここには特別徴収の方の来年4月以降の仮徴収額を記載しています。特別徴収の場合は、基本的に翌年も特別徴収金額と同額を仮で納めていただきます。ただし、年の途中で普通徴収に切り替わった場合は、仮徴収も普通徴収となります。徴収方法や金額が変わった場合は、その都度通知をお出ししますので、ご確認ください。それでは最後に、よくある質問を2つご説明します。質問1。通知書と一緒に納付書が送られてきましたが、年金天引きが行われているはずなので、払わなくていいですか？という質問です。この場合、お支払いの必要はあります。納付書が発行されている限り、年金天引きは行われておりませんので、必ず納付書で納めてください。口座振替をご希望の場合は、町内金融機関か役場の介護保険係までご相談ください。2つ目に、本算定後保険料が0円になって年金天引きが止まっていますが、来年度の天引きはどうなりますか？という質問です。これは年金天引きは一度止まると翌年の10月までは開始されません。必ずお送りする納付書や口座振替を登録して納めてください。以上、介護保険係からのお知らせでした。介護保険係からのお知らせです。介護保険料、年金天引きについてお知らせします。介護保険料は、年金の年額が18万円以上の方は、年金から直接天引きし、納めていただきます。通称、特別徴収と呼びます。これは、介護保険法で定められている支払い方法です。年金天引きができない場合は、納付書や口座振替で納めていただきます。これは通称普通徴収と呼びます。年金天引きができない場合とは、年の途中で保険料が大きく減額したり、増額した場合、年金が一時的に差し止めになった場合など、保険料額や年金支給の状況が変わると、年金天引きが止まり、納付方法が納付書や口座振替に切り替わります。保険料の年金天引きは一度止まると、翌年の7月まで納付書や口座振替で納めていただくことになります。翌年の10月には、
7月に行う本算定に伴い、天引きが再開される可能性があります。例えば、令和5年の12月以降の保険料が減額になり、天引きが止まった場合、令和5年12月から翌年の令和6年9月までは普通徴収となります。令和6年7月の本算定での年金年額や保険料額によっては10月から天引きが再開されます。それではよくお尋ねいただく質問をご紹介します。質問1。納付書が送られてきましたが、年金天引きが行われるはずなので払わなくていいですか？これは納付書が発行されている限りは天引きは行われません。必ず納付書で納めてください。口座振替をご希望の場合は、町内の金融機関か役場の介護保険係までご相談ください。次の質問です。いつから年金天引きが止まり、いつから再開するのかが分かりません。これについては、お支払いの方法が変わる場合は、必ずその旨の通知を発送しています。通知書の普通徴収の欄に金額の記載があれば、その記載されている月から天引きが止まります。次の質問です。なぜ年金天引きが止まると4月になって年度が変わっても再開されないのですか？これについては、高森町では毎年7月に保険料の年額を決める本算定を行っています。その本算定で年間の金額が決まった後でないと、一度止まった年金天引きを再開させることはできません。最後の質問です。年金天引きを止めて納付書払いにしたいです。これについては、年金天引きは介護保険法で定められた徴収方法であるため、任意で切り替えることはできません。ご了承ください。以上、介護保険係からのお知らせでした。こんにちは。議会事務局の篠田です。本日はシリーズ議会の勉強部屋その1、議員の身分についてお知らせします。その1、議員の身分。これまで地方自治法には議員の職務や責務について明確な規定はありませんでした。令和5年5月8日に地方自治法の一部を改正する法律が公布されました。これにより地方議会の役割、議員の職務等の明確化が行われました。地方自治法第89条第1項、普通地方公共団体にその議事機関として当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもって組織される議会を置く。第2項、普通地方公共団体の議会はこの法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査、その他の権限を行使する。第3項、全項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。議員の兼職禁止について、主なものを抜粋してご紹介いたします。1. 国会議員 2. 裁判官 3. 地方公共団体の議員並びに
地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員、4、地方公共団体の長、副知事、副市町村長、5、選挙管理委員会の委員、6、教育委員会の教育長及び委員、議員の兼業について、令和5年3月1日に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、議会議員に係る浮世絵に関する規制の明確化及び緩和が行われました。各会計年度において300万円までは議会の議員個人による当該普通地方公共団体に対する浮世絵の規制対象から除外されました。これは議員のなり手不足の解消が目的とされています。シリーズ議会の勉強部屋、次回はその2、議長・副議長・委員会制度をお届けします。以上、議会事務局からのお知らせでした。ただいまから、法令条例また、財政研修ということで提出していただきました。本日は、財政司官の方から、法令条例の読み方研修ということ、一級とか、まあ、宗教とか、それと今みたいな法とか、まあ、主にはこういうものに縛られるというかですね、こういったものをベースに行動しています。それで、じゃあ高森町条例ってどこで作りますか？はい、おっしゃる通りです。議会で作ります。じゃあ、条例と規則っていうのも聞きますよね。規則ってどこで作りますか？議会ですか？はい、議会に上がるものもあります。ただ、はい、規則以下は町長さんの権限で作ることができます。はい、そして、法律条例というのが、それぞれの機関における一番上位の規定です。そこについては国民もしくは住民の代表である議員さんがいないと絶対決められないというルールがあります。はい、そして、さっきからちょっと法律とか法令とかって言ってますけど、そこちょっと呼び方だけ今定義区別してもらいたいんですけど、法律だけは法律って呼ぶんですけど、この下を命令って総称して呼んじゃうことがあります。なのでここの法と命令の令を取ってなんか総称して法令集とかって言いますよね。その時って法令を見ろって言ったときに法律を見ろという意味ではないということですよね。言えるのは法律は確固とした法律です。総称して法令って言ってます。で、まあ、条例を制定するには法律も知っていなければそれが不利な条例になってしまったりとか、ちょっとトンチンカンな条例になってしまったりと、いうことがありますので、法律もしっかり、ウォッチしてくださいというところでございます。はい、で今日の、ちょっと初歩の初歩ですけれども、研修終わりでですね、ちょっとここからちょっとだけ宣伝予算等に関する概要説明というところで、予算に関することと、予算に関わる 各種制度、地方交付税、地方債、決算について、ご説明の方をしたいと思います。では資料1の方、1枚お持ちください。ではそれで、予算とはということで、町として、いろいろな行政サービスを実施するためには、多くのお金がかかります。近年はですね、ふるさと納税の影響で、だいぶですね、金額自体も増えてきてるんですけども、だいたい平均して年間約50億円ほどの、お金がかかります。しかしですね、使えるお金には、当然限りがあります。限りあるお金の中で、いろいろな事業をですね実施するには、優先順位をつける必要があります。
そのために予算というものを編成しております。優先順位を踏まえて政策や予算を決定するんですけれども、その際にポイントとして入りを図りでいずれを制すといってですね、収入を計算してそれに見合った支出を心がけるということをポイントとして置いております。また最小の経費をもって最大の効果を、収入の適正かつ厳正な確保ということも予算編成する上でのポイントとなっております。少子高齢化による社会保障費の増などの影響を受けまして、限りある予算の中で、政策的なですね、経費にお金をかけられないので、これからの自治体運営で重要なですね、自治体が稼ぐために、ふるさと納税の推進や、徴税の、徴収体制強化に努めてきております。また、地域おこし協力隊や、集落支援員の積極的な登用も、行っております。こちらがですね、全額特別交付税措置といいまして、そのかかった経費のですね、上限額はございますけれども、その分すべて返ってくるお金になりますので、こういった制度も、たくさんですね、使っているということになります。最後に未来のための投資的なお金の使い方ということで、ふるさと納税のですね、活用事業をですね、多く実施してきております。ふるさと応援寄付金で、ご寄付いただいたお金はですね、単に町のですね、預金に積み立てるということをせずに、多くのですね、事業の財源として、教育や防災、観光、住民福祉やエンタメとかですね、そういった分野で多くですね、活用してきております。県立高森高校のですね、や、南阿蘇鉄道の支援ではですね、可能な限り共に負担ゼロということで、実現していくということで、今後もですね、そういった、使い方をですね、していきたい。で、草野町長も、よくですね、おっしゃっていますけれども、ふるさと納税のゴールはですね、すべて町民の方というふうにですね、常日頃おっしゃってますので、今後もですね、ふるさと納税でいただいた分はですね、いろんな分野の事業に活用していきたいというふうに、方針を持っております。最後にですね、参考程度です。ではございますけれども、令和4年度の、ふるさと納税活用事業の一覧もですね、お配りしております。合計ですね、14億9000万円というですね、事業費の合計になっておりますけれども、それぞれのですね、事業の概要につきましては、9月の定例会の時にですね、報告しております、決算書のですね、付属資料として、事業の内容が、分かるような、資料をですね、添付いたしますので、そちらをご確認いただければと思います。財政係からの説明は以上です。TPC をご覧の皆様、こんにちは。高森町教育委員会事務局の村上です。この度、高森高校漫画学科のプロモーションビデオ第2弾が完成しました。高森高校漫画学科2期生に向けて、これから情報発信を進めていく前に、一足早く TPC で公開いたします。今回は高森高校漫画学科でどのような授業や活動が行われているのかという点にフォーカスを当てて作成しました。4月からスタートした漫画学科です。どのように高森高校漫画学科が動き出しているのか、ぜひご覧ください。それでは VTRスタートです。目指すはプロの漫画家。2023年4月新たに生まれ変わった熊本県立高森高校、漫画を専門に学べる漫画学科がついに本格始動。高校の成績デビューできるように頑張っていきます。すでに欠けちゃう人もいるな。発想のスピードリミッターを外す。プロの漫画家や現役の編集者による実践的な授業、夢への近道がここにある。九州国際漫画賞、あれさ、出そうだ。
2023年度から2つの学科が新設された高森高校。漫画学科に40人、普通科グローカル探究コースに33人、合わせて73人を新入生として迎えた。せっかくこう一期生として合格させていただいたので、一生懸命頑張っていきたいと思います。漫画が描けるので、授業でいい成績とかを残して、高校のうちにデビューできるように頑張っていきます。漫画学科の一期生たちは、熊本県外からの生徒も多く、兵庫県や広島県、沖縄県からやってきたという生徒も。本です。なんか画集とか入れてます。本棚が素晴らしいです。めっちゃ厳選しました。ここは町の外から通う生徒たちのために新たに整備された学生寮。その名も高森時和ベース。モチーフとなったのはかつての時和荘で、手塚治虫先生をはじめ日本を代表する漫画家たちが若手時代に集い切磋琢磨した漫画の聖地だ。普通の寮という概念ではなくて、令和版時和荘のコンセプトで、なおかつそこに日本の文化である漫画、もしくは日本人の人に対する温かさ、和を持って発信していくと。まあ、うまくいかないこともあるでしょう。悩んだ時も、みんなでバックアップしていくというところ、そこも含めてですね、時はベースというふうにつけさせていただきました。漫画学科の生徒たちに支給される本格的な画材の数々。漫画やイラストを描くプロ仕様のデジタル機材も人数分用意されている。興奮してます。さすがにちょっとこれは多いですね。ちょっと贅沢すぎます。漫画家さんとほぼ同じ機械が使えるってすごいことだし、お金かかるし、楽しいしかないです。さらに漫画学科を全面的にバックアップしているのが、月刊コミックゼノンを発行する出版社コアミックス。シティハンターの北条司先生や北斗の拳の原哲夫先生といった有名漫画家が在籍。ドラマ化やアニメ化されるヒット作を次々と生み出し、4年前から高森町に第二の漫画制作の拠点を構え、国内外問わず次世代の漫画家育成に取り組んできた。皆さんね、今から授業でいろんな分離から物理だとかいろんなものをやると思うけれども、科学の世界とか意外と必殺技のネタになるんですよ。かつて週刊少年ジャンプの5代目編集長を務め、漫画の原作者でもあるコアミックスの代表取締役社長堀江信彦氏、北斗の拳やシティハンターなどをヒットに導いた経験から、漫画制作のノウハウや心得などを生徒たちへ伝えていく。主人公を考えるときに、その主人公が魅力的であるということにはものすごく大事な要素があってね、それはね、誰からも愛される弱点がある。私たちが考えた、完璧な人の弱点は重度のシスコンです。バイト代を全部妹ちゃんにつぎ込んでしまうので、自分のものを全く買わない。制服着てるとかっこいいんだけど、私服が全くないので私服がクソダサいっていう。なんでそんなにシスコンなんだろうっていう時に、もう少し突き抜けた設定を作るともっと面白くなるんで、前世では実は2人は夫婦だったんですね。それでだからシスコンなんだって、滑走のブレーキをスピードリミッターを外すっていう、ポンと外すっていうと、もっと面白い設定、愛される弱点ができるんですよ。漫画学科のカリキュラムは国語、数学、英語などの一般教科に加え、
素描、構成、漫画制作の専門教科がある。素描と構成は美術教師が担当し、漫画を描くための作画の基礎。そして漫画制作は漫画家や編集者が担当し、実践的な漫画の技法を学ぶ。これら専門教科を1年生は週6時間、学年が上がるごとにその授業時間は増え、教科もより専門的になっていく。このような漫画に特化した学校というのは全国どこを探しても本校しかないわけであり、唯一無二のとっても魅力ある学校になっていると。できれば本校出身の、漫画家、願わくば現役高校生デビューというのが、一番の願いであります。それだけにとどまらず、いわゆるエンターテインメント業界の中で高森高校出身だというふうな人がいっぱい輩出できればいいなというふうに思っています。進路は漫画家以外にも漫画雑誌の編集者やイラストレーター、アニメーターなどクリエイティブ関係の就職のほか、美術系大学の進学を視野に入れている。ようこそ。プロの漫画家が教える漫画制作の授業では、基礎を学ぶ1年生から実践的な指導が行われる。講師の一人、富澤淳先生は企業戦士山崎や殺し屋麺吉などを手掛けた現役の漫画家だ。物語に欠かせないキャラクターをテーマにした授業では、主人公とそれを取り巻く人物を10分間の即興で考え、書き分けてみる。この中でもしね、なんかうまく書けないなというのがあったら、それが現時点での自分の弱点ということになるんでね。自分の弱点を知らないと何も始まらないんでね。弱点をはっきりさせて、あとはその弱点を一つ一つ潰していくようにすればいいわけだよね。生徒が描いた絵はプロの漫画家が一つ一つチェックし、フィードバックしながら進められる。やっぱり本物の漫画家だから説得力もあるし、一回描いてみて自分の弱点に気づくっていう点にはなんか確かになと思います。まだね、すごく基本的な話しかしてないんでね。ただ結構すでに描けちゃう人もいるなという印象は持ってます。一人一人とできるだけ丁寧に付き合っていきたいなとは思ってるんだけど、みんなが描いた作品を見せてもらえる段階になれば一番楽しいんですけどね。漫画を学ぶ場は何も授業だけではない。放課後の部活動、漫画部。漫画学科以外の生徒も入部することができ、好きな作品について語り合ったり、自由な創作活動を行ったりして学びを深める場となっている。かわいくないですか？映画大好きなんで、もう描きまくりますね。また漫画部にもコアミックスの編集者がいて、いつでも質問や相談ができるほか、自分が描いた作品を持ち込んでも構わない。実際、持ち込んだネームが編集者の目に留まり、早くもデビューに向けた指導を受ける生徒もいる。ちょっとびっくりした。めちゃくちゃ良くなってる読者を驚かせようとか考えてやったのがすごく伝わる。11月にさ、九州国際漫画賞だったんです。あれさ、出そうなの？いいですか？いや、伸ばした方がいいと思うよさらにコアミックスの東京本社の編集部とリモートでつなぎ、より具体的なアドバイスも仰ぐ。これも在学中にプロを目指すための環境づくりの一つだ。最高です。一番恵まれてますこれからの可能性をめちゃくちゃ感じてます。高校生なんで、これからの伸びしろっていうのはもう本当にプロの漫画家さんよりも多分あると思うんで。
そして漫画部では月に一度課外活動としてコアミックスの第二本社オクロックアーティストビレッジを訪問。漫画制作スタジオでプロの現場を肌で感じることもできる。僕らはまあ編集者なので、もうこう聞かれたことに関してはもうすぐこうレスポンスするし、いろんなこうことを提案してあげれるっていうのは、やっぱりこういう課外授業とかで、まあ、こちら側がこう知っていることとかも分かりやすくね、伝えていけたらいいなというふうには思います。ついに本格始動した高森高校の漫画学科、思う存分学べる環境で夢に向かってチャレンジする生徒たちを応援する。一緒に絵を描いたり、なんか好きな漫画について話し合ったりできるのが楽しいです。自分も早く漫画家になりたいと思います。たくさん受験生いたと思うんですけど、その中で選ばれたということで責任感を持って頑張りたいと思います。でもこの3年間はすごく自分にとって思い出深いものになると思うので、学べることは学んで将来に生かしていきたいと思います。厚生労働省からの大切なお知らせです。がん検診は不要不急ではなく必要な外出です。現在、新型コロナウイルスによる外出自粛の影響でがん検診の受診数が著しく減っており、がんの早期発見が難しくなっております。院内がん登録全国集計では2020年1月1日から12月31日の1年間の全登録数が前年の登録数と比べて 4.6% 減少したというデータが出ております。がんは発見の早さが生存率に大きく直結する病気です。つまりがん受診を控えて発見が遅れれば遅れるほど治療の選択肢が狭まり、死亡のリスクが大きくなっていくのです。がんは初期症状がほとんどありません。そのため自分が健康だと思っている人たちでも定期的ながん検診が必要なのです。定期的な検診やあなたの周りの人たちへの声かけががんの早期発見につながります。がんだけではなく日常生活における医療機関への受診はとても大切なことですので、しっかりと心がけましょう。南阿蘇鉄道全線運転再開記念、7月15日は高森駅に集まれ。お笑い、アニソンステージなど楽しいイベント盛りだくさん。詳しくは高森町のホームページをチェック。